杉田美代です。統一教会の話がいっぱいですね。どこでもいっぱい。カルトってその言い方変じゃありません？あたいはカルトの支援、協力、感謝してます。よ、自民党、統一教会との関係は深いです。1999年の週刊現代に出ています。公安警察の極秘資料です。1992年の東京都議選、自民党は統一教会に1000万円渡して票の取りまとめやってもらったんです。それがバレて逮捕されてガサ入れでこの極秘資料が押収されたんです。国会議員だけで128人。ね、こんなに密着してるんです。すごいでしょ？ねえ、たら、2017年の第4次安倍内閣閣僚の全員統一教会って知ってました？こんにちは。大好き。ハズキルーペ好きだな。ハズキルーペすごい。ハズキルーペ大好き。ハズキルーペ大好き。ハズキルーペ好きだな。ハズキルーペすごい。ハズキルーペ